Bonjour à tous! Bienvenue à la cafette! 皆さん、こんにちは。オンラインフランス語学校、Ensemble en français présente à la cafette にようこそ。カフェテリアで雑談をしているような楽しくゆるい番組です。メンパーソナリティのやすこです。おしゃべり講師のやすこです。今日もお話をさせていただきます。よろしくお願いします。さて、今回はですね、前回に引き続き、映画監督としてバリバリ世界で働いていらっしゃいますサイラ様をまたインタビューとしてお迎えいたしました。サイラさん、ちょっと今回も自己紹介をちょっとしていただけますか。どうもこんにちは、サイラです、監督と脚本をやっております。今は2本目のショートフィルムを、編集中でカンヌに5月に持っていく予定です。はい、すごいですね。これ先週聞かれた方はうわー、こんな人アンサンブル寄ったんやと思うと思うんですけども本当脚本をされたり映画監督をされたり、それの前にこうファッションフォトグラファーとしてもね、名だたる、私でも聞いたことがあるような雑誌ですね、マリークレールですとかヴォーグとかエルですね、聞いたことのあるめちゃめちゃすごい雑誌じゃないですかそちらでもバシバシやってて、そちらからもなんか自分はこう映像を伝えたいということで映画監督になられたという素晴らしい経歴の持ち主なんですけれども、もうなんかもう自分がモデルになってもいいぐらい綺麗な方なんでそちらでは思わなかったですか。おっしゃいますか。何をおっしゃいますか。先生もお綺麗ですよ。いやいや、これあの光です。いや、もうなんかね、先週も言おうかと思ってたんですけどね、本当に綺麗な方がこうしてね、こうスポットライト当たってる方だと思ったんですけどねモデルさんやってそうですよ、本当に綺麗だし、やっぱりこうね、活躍されてる方はもうやっぱり出てるんですかね、やっぱこう顔とか姿勢とかね、髪とかめっちゃ決まってますよ。さんの髪型は確かにそれで結構ガシッとこう固める髪型なので、そうですね、決まってますどうも素敵ですよ。さあ、今日はですね、ちょっとお仕事として外国語についてという話をちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけれども、サイラさんはね、こう先週の話にもあったんですけども、こうフィルムもね、日本語がある時もあれば、もう本当に今回のね作品は全部英語ばかりだということで、もうおさらさん一人しかこう日本人がスタッフにいないという状況なんですよね。そうですね、はい、なるほど。でもうなんかお話を聞いていると、やっぱり高校の時からなんかもう外国に行くぞということで英語を頑張られていたということですけれども、まあそういうところから英語とどういうふうにこう勉強されてたのかなとか、ちょっと教えていただけますか。英語に関しては結局大学進学する先を考えた時に、日本で大学に行きたくないなって思って、でもの時からもう留学するんだっていう意思があったので、高校の時から町の英会話学校に行って勉強しました。はい、まあ、トフル の, 点数がないと大学に行けないので、外国で行けないので、で勉強してましたね、高校生の時から。はい、でこちらのヨークの方でしたっけ、あ、そうじゃなかったっけ、ロンドンでしたっけ。ロンドンですね、はい。なるほど。そちらの大学に進学された時にはもうクラスメイトはやっぱ外国人多かったですか、それともバリバリイギリス人の大学にいたんですか。あ、イギリス人、まあすごくインターナショナルな学校だったんですけども、まあアートスクールってすごくインターナショナルなものなんですが、基本的には日本人はそんなにいなかったですね。いや、とりあえずやっぱ語学試験があるっていう段階でなんかちょっとこうね、ちょっと怖いですね。まあ勉強してるその科目が、フォトグラフィーだったので、ビジュアルアートですよね。なのであんまり英語できなくても、まあ、乗り切れるって言えば、まあ、乗り切れる。音楽もそうです。そう、私の作品を見てみたいな。喋る前に聞いてみたいな感じですね。説明はなしでみたいな。うん、まあそんなところだったので、まあ、大丈夫といえば大丈夫だったんですが。うん、
でもその後に、大学はそこそちらでこうフォトの方で行って、でも帰ってこられたから院に入られたっていうことだったんですけど、そうですね、こちらがこうだったんですね。そうですね、結局ずっと、まあ、ファッションフォトグラファーとかフォトジャーナリストとかもずっと仕事をしていて、で、まあ、ずっとその同じ、ファッションインダストリーにいて、こう、まあ、飽きてしまったというか、うん、あって、で結局自分が何がやりたいのかっていうことを突き詰めた時に、あのストーリーをオーディエンスに伝えたいんだっていうのがやっぱり自分の中で分かったので、そしたらあのちゃんと勉強したいと、そのストーリーテラーにちゃんとなりたいと思って、で大学に、大学院か、イギリスの大学院に留学して、であの勉強しました。はい、そうやっぱりあの書いて伝えたいと思った時に、やっぱりそちらはこう日本語ではなくて英語だったんですね。そうですね、その、まあ、目的が小説家になりたいと。お、しかも英語の。そう、あの、あ、すごい。そう、小説家になりたいっていうその思いであの留学したんですよね。で、あの結果、まあ、今まだ3年目ですけど、あの、まあ、ちょっとメディアが違いますけど、書く方だけど、まあ、監督をやっていると、監督と脚本やってるという感じなんですが。すごいですね、やっぱりそちらでこう日本にいらっしゃっていても、やっぱり仕事はやっぱりあの英語ばっかりですとか、やっぱりこうもう頭の中が完全に英語な感じですかね、普段から。まあ、仕事で使うので、うん、しょうがないんですが、そうですね、まあ、日本語と英語と、うん、半々というか、うん、やっぱりあの独り言とかたまに英語になっちゃったりするんですか？あのなんかすっごい痛い時とか物にぶつかった時とかは汚い言葉を英語で出てしまいますね、やっぱりそう、あの汚い言葉ってあんまり日本語ってないじゃないですか。あのそれもあの理由だったんですよ。英語でそのライティングをクリエイティブライティングを学びたいって思った理由っていうのが、あのストーリー書きたい、その話がファッション業界の話を書きたくたんですけど、結局その英語ですごく汚い話をあの面白おかしく言ってるのを日本語に書いても全然面白くないんですよ。いまだにフランス人が言ってるなんか小話みたいなのがですね、あのギャグっていうんですか、あれね、いまだにちょっと分かんなくてツボが違うというか、ま、フランス語だと面白いんですよ、あそういうオチって言うんですけど、日本語だとこう、うん、っていうのありますよね。日本語に訳すと面白くないっていうか、なんかこう面白さが通じないというか、うんうん、本を本というか、脚本を書くようになってすごく思うんですけど、その面白いキャラクター、すごい面白いことを言うキャラクターをこう作り出して、あの面白い、セリフを書いても、それがなんか 100% 伝わらなかったりするので。なるほど。うん、ということで、まあ、英語、まあ、英語の面白さというか、結構英語であの書く勉強をしに行ったと。はい、なるほど。ちなみに英語といえば、やっぱりこうね、あ、イギリスとアメリカとあるわけですけれども、はい、なんかやっぱアメリカに行こうとは考えられなかったんですか？結構アートね、アメリカの方も先進国だと思うんですけど。そうですね、あの実はあのイギリスの大学に行く前はアメリカで6ヶ月ぐらい行ってたんですよ。本当ですか？子供というか、あのまあ、もともとイギリスの大学に行くつもりはなくて、あの、日本の高校終わったらアメリカの大学に行って写真を勉強しようと、で5年のビザも もらって、あの渡米したんですよね。で、ニューヨークですけど、あのニューヨーク、まあ、あの第一志望はあのニューヨーク大学で、まあ、勉強したいなと、写真を。で、まあ、そこに行くまでにまだ英語がそんなにこう喋れる方ではなかったので、あの語学学校に行ったりとかして勉強していたという、なんですけど、その6ヶ月であのやっぱり私はイギリスの方が好きだっていうことが分かって一旦日本に帰ってそのままイギリスの大学に行くという、はい、
え、それは何的にこうアメリカ人がなくて、そのアメリカのカルチャーなんですか。どんなもんが嫌だったんですか。まあ、否定したくはないんですが、ご飯、アメリカのそのご飯とわかるとアメリカ人のノリというか、なんかこう合わなかったですね。まあ、ニューヨークはすごく好きな街ですし、あのロスも、好きですが、こう勉強するということでこう考えたときに、ニューヨークとかアメリカは働くところだなと、勉強するところじゃないなってこう思ってイギリスに行ったという、私はなんかカナダに行ったときに食事が合わなくて、はい、食事が足りたいって思ったことはあります。わかります。だから絶対カナダとかってメニューに絶対ベジタリアンコーナーがあるんですよね。はい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 、はい、あ、わかるわと思いました。なんか両極端ですね。もうそればっかりか、もうベジタルかみたいな。最後だってカナダ行った時にもうスーパーでサーモン、スモークサーモンとサラダとスープだけ買ってましたもん。あとパンと、もうちょっと食事だけだったらちょっと早く帰りたいかもと思いましたね。なんかね、まあ、この話をアメリカ人にすると、アメリカでご飯がまずかったって話をすると、あのイギリスにずっといた人が、あの食を語るなみたいに言われるんですけど、じゃあ行ったことがあるのかとか言って。え、でもイギリスの食事情はすごい良くなったって聞いてますよ。あのロンドンに関しては美味しいんですよ。私ロンドンしか行ったことないんですけど、ロンドンは美味しいです。ちなみに、はい、あの私ダメですけどインド料理が美味しいって言いますよね、皆さんね。あ、美味しいですよ、すごく、やっぱり、ね、やっぱりインド人多いんで、そう、移民の人たちがね、やっぱり、あのインド人街とかパキスタン人街とか、あのいろいろ作っていて、そうこの料理を出しているので、美味しいですよ。私カレーダメなんですよ。カレーがダメなので、タンドリーチキンとかダメなので。あ、そうですね。でもなんかイギリスはそんなになんかまずいってみんな言うけど、まずくなかったよってみんな言ってるし、なんかポンドも高い高いと思ってたらフランス高いですよ、結構なんでも。なんでそんなに変わらない、むしろなんか料理にね、バーとかでちょっと食べてとかになったらフランスよりも、イギリスも安いかもって思ったぐらいですね。ああ、そうかもしれないですね、うん。特にパリとロンドン比べたら、そんなに変わらないと思うんですよね。なんかポンドって倍みたいなイメージがあったんですけど、換算したらそうでもないじゃんみたいな感じでしたね。そうですね、イギリスはなんか好きな街の一つです、私も。ありがとうございますとか言って、イギリスじゃないけど。いやまあなんかこう、じゃあフランス語についてはどうですか、こうね、英語ができる方はフランス語も早いというね。はい、そうですねって言いますよね。で、まあ実際なんか、フランス語をやり始めた時に、先生に言われたのが、6ヶ月で、普通の日本人が3年かかるものを終えちゃったよ、君はって言われたんですよ。さすがです。やっぱりこう並べ替えがやっぱ日本だとね違いますからね。いや自分では全然早いと思ってなかったんですけど、やっぱり一つ言葉ができる人っていうのは外国語の勉強方法みたいなのがなんか知らず知らずのうちに分かってるので、こうなんかこう闇雲ではないので、やっぱり、あ、こうなんだろうなみたいなのがあると思うんですよ、やっぱ英語のできる人は。あと普通にもうあのなんて言うんでしょう、言語学的なもので、あの英語とフランス語がこう、まあ、大きく分けると、あの同じようなあのところにあるので、まあ、似てるんですよね、結局のところ。似てます、まあ、フランス人はそう言うと、英語なんか全然似てないって言うけど、日本と比べたら、日本と比べたら全然似てるよね。あら、逆にこうあの日本語であのね、勉強すると日本語で書いてあるフランス語の教科書とかを買うと、逆になんかこうなんだろう、遠回しというか遠回りな感じがして、私の中では。なのでなんか余計こんがらがっちゃったりするので、
はい、英語のベースが、うん、ある人はやっぱりそっちに上書きみたいな感じがいいですね。そうです。うんうんうん。やっぱり、まあ、サイラさんぐらいね、小説書けるような人は大丈夫ですか？この間あのララ先生に、なんだっけ、シってありますよね、S I って書いて、シ if？ シ？シ？うん。シか、うん、のあの文法をざっくりこう、あの説明してもらったんですけど、もう英語が英語と同じよとか言って、英語あのボキャブラリーをフランス語に変えればいいのよって、あなただったらできるわって終わったみたいな。丸投げですね。でもそうですよ、なんかやっぱり、うん、もしっていう形なので、うん、if に置き換えれば何でもできるよっていう、そのララ先生正しい。なんですよ。で、まあ、あの英語圏の人は、まあ、あの形容詞の場所チェックですかね。はいはいはい、そうですね、うん、それも気をつけて、なんか反対なんだ反対なんだってこう思ってこう直すようにしてますけど、うん、そうです。なんか逆に英語とフランス語で違うところっていうのを押さえとけば、あとはほとんど一緒なんだみたいなイメージにすると割と楽かもしれないですね。うん、うん、そうですね。だからまあでも結構英語フランス語、何でしたっけ、英語フランス語フラングレですか。なんかこう今中級にこう差し掛かってるところでフラングレ喋ってるな私って思ったりすることありますけど、私は逆になんかフラングレというか英語ができないフランス人みたいな感じで、ね、あの何ですかね、複数形になった時の最後の S を読まないんですよフランス人。はいはいはい、わかります。私は逆に読んじゃうんですよね。そう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 、読まないって分かってるのに、あ、読んじゃったみたいな。そう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 、なんかよく英語書いてあってフランス人が流暢にこう読んでるふりするんですけど、最後のやつ読んでないって思いつつ。まあ英語ができる人ならではの悩みかもしれないですね。うーん、そうですね、うん、いやでもやっぱ英語がそれぐらいできたらかっこいいですね。私フランス語喋れますけど小説書けないです。あの小説を書くというこ、まあ、あの脚本もそうですけど、その創作をするという能力はあの語学の能力と全く関係なく関係ない、うん、ものなので、だって日本人であのね、はい、じゃあ記事書いてくださいって言われて100人が100人書けるわけないじゃないですか。私はミュージシャンですけど、うん、曲書けないですよ。だからそう、創作ができるという才能とあの言葉ができるという才能は全然違うものだと思います、はい、やっぱりこう2つの語学の才能もあり、さらに書く才能もあると、天は二物も三物も与えてしまいましたね。私は計算ができないです、もうこの辺。全部あの右脳なんですか。いやでもアーティストとしてできないという、はい、でもアーティストはね、やっぱりそういう感覚というのはね、学んでできることではない、やっぱ素晴らしいなと思いますね。じゃあ第2回もあっという間に終わってしまいましたけれども、はい、第3回にもつれ込みましょう。じゃあ今日もたくさん面白い話をいただきありがとうございました。サイラさんでした、はい、ありがとうございます。アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校オンソンブロンフォンセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それではアビアント、オーバー。